語ること。シュラ。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。夏休みの今日は息子くんとスムージーを作ります。でもスムージーを作りながら見えてきた我が家の8歳息子くんの生態が面白くて可愛くて謎だったので、そちらもご紹介。8歳児あるあるなのかな。そして夏にぴったりなこのスムージーが北スウェーデンに関係するってどういうこと。そしてスムージーを飲んでむせるリカパパ、その理由は。最後までお見逃しなく。それでは行きましょう、二人パパのスウェーデンのバズスムージー作ってわかった8歳息子くんの謎行動14選。スウェーデンではもう学校は夏休み。家にいることが多い息子くんにこんな提案をしてみました。ねえねえ、スムージー作る？何？今日ちょうどあれがあるんだけど。何？バナン、メロン、キウイ、オシトロン。 OK。 よし、やる？ OK。 そして撮影準備をしている時のこと。え、何？なんだろう、納豆作ったの？納豆好きだから。本当好きじゃないけど。汚いからキッチン片付けた方がいい。じゃあ。ちょっとすみません。はいはい。片付けしてから声かければよかったと思いながらも、なんとか片付け。どうですか？準備いいですか？うん、さあ始めましょう。シェナって言う？シェナ。ねえ、ちょっと元気なんか最近あれですか、あんまりこう元気よくやるタイプじゃないですか？シェナ何そのやってやったみたいな感じの顔やめてもらえますか？いいよ、大丈夫、上手。ちょっと待って、なんか真ん中じゃなかったかも。準備も終わって、ようやくここからスムージー作りです。せーの、シェナ。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんと息子くんです。今日は何しますか？スムージーを作る。はい、スムージー作ります。しかも今日はスウェーデンの小学生はみんなこのスムージーのこと知ってるよね。実はスムージーじゃないけど。そうね、なんでかっていうと、スウェーデンでめちゃくちゃ子供たちに人気の曲があって、その曲歌える？バナン、メロン、キウイ、オシトロン、なんかダメキウイ、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 できないんですよ。なんで？すごい上手だったじゃん。もう一回聞かせて。バナン、メロン、キウイ、オシトロン、なんだか虫、キウイ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 、恥ずかしいの。この曲、バナン、メロン、キウイ、ストローンは、僕らが住むルレオよりもっと北のスウェーデン・イェリバレという町出身の二人組、ホイヤが2021年にリリースした曲。サングラスとスノーモビルのマスクで素顔を隠しているのがトレードマークです。ストックホルムに行ってバーに入ろうとしたらバウンサーに止められたけど、隙をついて入って、そこでこの4つのフルーツを使ったカクテルを飲むという、まあかなり大人な歌詞にもかかわらず、そのキャッチーなフレーズで子供たちも口ずさむような大人気曲に。今日はこの曲のタイトルの4つのフルーツを使って、もちろんお酒抜きでスムージーを作ろうというわけです。なんだか無人気に冷えて猫。水パパ。何恥ずかしいの？めっちゃパパ。はい。何？ねここ。ここ後からさ、今やるけど今も始まってます。あとここ触らないで、ここ後で使うところだから。また洗わなきゃ。あなた手洗ってないし、またまだ。うん、じゃあこの後これも洗ってあなたの手も洗えますけど、ということでバナナとメロン、メロンといってもウォーターメロンのスイカのことなんですけど、大体スウェーデンでメロンっていうと、とバナン、ここにね、バナンもちょっともうリカパパが会社から持ってきたちょっと古いバナナがあるのも使わなきゃいけないので、これと、あとはキウイ、オッケー。シトロンは何ですか？日本語で何て言うか分かる？ねん、ザ・テレビジョン、チャン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 。はあ、さあこれです。これをあれ何、今洗うのね。さあということで、これを今からカットしてスムージーを作っていきたいと思います。これ最初？うん、このバナナ大丈夫かな、なんかすごい黒いけど、
今日はこの、まあ、うちはもう10年以上使っているこのバイタミックスっていうまだまだ現役で使えるブレンダーがあるのでこれに入れていきますけど、どれぐらい入れればかな。まずは順番に入れていく。さっきの曲の通りバナンからね。多分リカパパも飲むと思うから。あ、でもなんかちょうどいいね、なんか綺麗。入れる？リカ、あ、そうね、いっぱいあるから入れた方がいいね。これは後であのカットして冷凍しとこう。またでこの曲でもさ、あれだよね、フォッシュコーラ、あ、フォッシュコーラの時から歌ってたよね。パートはメロン。そうね、メロンはちょっと最初あなたも、あなたも切っていいけど最初大きくて硬いからパパやるね。OK。 どれぐらいいるかな。でも半分ぐらい入れてもいい気がする。うん、おー、美味しいかな。なんかちょっと古い、もしかして。わかんない、味見してみようか。ちょっと、うん、おいしいかな。かちょっといつものメロンと同じ味じゃない。ちょっと味違うね。うん、ちょっとやめよっかこれ。今から買ってくるじゃん。色変わっちゃってる。あ、柔らかね、ここが柔らかくなっちゃってるもん。ちょっと買ってこようか。 OK、 一回ビデオ止めよう。ということでミツパパ買い出しに行きました。メロンの試す。そうだね、一回試した方がいいですね。これ一回洗った方がいいですね。ということで慌ててスイカを買いに行ったミツパッパが戻ってきました。今度は大丈夫かな。でん、綺麗な色だね。ちょっとさっきやっぱこう見てみるとさっきのやつ変な色だったよね。うん、よくあんた食べたね。大丈夫、お腹痛くならない？うん、大丈夫だもん。大丈夫、少しだけスモッカスよ、欲しいよ。あ、オッケー、味見する。うん、先よりもっと美味しい。本当？よかった。しかもこれの方が種がないからこのまま全部いけそうだね。うん、うん、うん。スイカが大好きすぎる息子くんのスイカの皮を見ると、この子いつもさ、スイカ食べるとき見て真っ白になるぐらい食べるんだよね。皆さんのスイカの食べ方どうですか？このように白いところまで食べる方いたらコメント欄で教えてください。これどうやってさ、これ中に入れる？皮はさ入れられないからスプーンでこう。あ、そう、いいね、アイデアだね。どうせぐちゃぐちゃになるから。お、いいね。後で、あんまり後で残ったらそれ食べてもいい？いいよ、じゃあこれどうぞ。これもうちょっとこれ入れた方がいいよね。今回はバナナが2本、スイカを半玉、キウイが2個、レモンは2分の1個分を皮を剥いて中身を全部入れました。ということでウィーンってやっていきます。ただ最初の方は少し詰まったりするので、これですね。パパやっていい？もパパやりたい。ちょっと詰まったフルーツを押し込みながら最高出力でブレンダー。味見してみていい？ちょっと酸っぱかったら多分バナナを入れればいい。買ってきたフルーツを使ったせいかあまり冷たくなかったし、そして結構酸っぱかったので凍らせておいたバナナを入れることに。でもその間も息子くんは、あ、おいしいですか？動画撮ってるの覚えてる？忘れてたでしょ。はい、じゃあこれもう一回ちょっとバナナ入れて。でかパパ飲むかな。ねえねえ、まだ食べてんの？スイカ。何、美味しいよ。いいよ、全然いいですよ。全然スイカの水分量が多いせいかスムージーというよりもサラサラのジュースみたいになりました。でもスイカベースのいい香りがしてきます。ただ息子くんがいぶかしげな顔をしています。うん、量違うって。これもうちょっとストップ。これはもう、これストップ。平等じゃないといけないですもんね。はい、レカパパ飲む？さあ、出来たてスムージ、レカパパの反応はどうかな。下で仕事をしていたリカパッパを呼んで3人でスムージーをいただきます。なんだっけ、はい、歌って。バナン、メロン、キウイ、オッキー、シトロンのバナン、ジュース、メロン、キウイ、オッキー、シトロン。はい、ちょっと待って、はい、いきますよ、せーので味見します。せーの。
うん、飲んだ美味しい、うん、甘いでもちょっと酸っぱい、うん、キウイそんな感じないね。いやでも結構キウイ感じる、感じる、うん、やっぱスイカしたね、うん、あ本当だピリピリするね、これ絶対キウイだよね、うん、あとしない、なんかするするよね、なんか喉以外がする僕大丈夫か、あ本当、まあでも美味しい、あっさりしてて、なんか夏のジュースって感じ。でももうちょっと冷たい方がいいね。パパスイカがさ、氷は入れた、氷入れなかったけど、凍ったバナナは入れた。何、あ、なんか、あなた何か言いかけてない、メロン、メロン見てこの食べ方、真っ白いつも通り、ノーウェイストサイエットね。本当はこれもぬか漬けにするといいけど、でこの味どうですか、おいしい、どんな味、おいしいけど一番いっぱいするの味はキウイだと思う。あ、本当、あそのピリピリするから、ミスパパ結構やっぱバナナ、うん、なだってバナナだってだけで言ったら3本ぐらい入ってる、あ3本以上入ってる、うん、最初2本だったけど後で凍ったバナナ入れたから、うん、でも凍ったバナナは そんないっぱい入れたのそんないっぱい入れた、でもいいね、今からちょうどさ準備行こうとしてたから、うん、エナジーが、ふぅ、お腹いっぱい、もう飲めない、スイカいっぱい食べたもんね、確かにお腹いっぱいになるね、うん、スムージーって、うん、じゃああと5分準備できる、うん、スイカこれ喉がめっちゃ酸な、やばいかもこれ、ね、あとアレルギーが本当にな、本当になんかだのなんかこれあんま飲みすぎると危険かな、僕はそうじゃないと思うけど、僕はなんかぐらいじゃないと思うけど、あ、待って 水飲みたいとか麦茶あるよ、あ、行くみたいなものあるよ、はい、何、なんかこれの一番上はバナナの味だった、でもなんで一番上って言ったか分かる、ストローは一番下に行って下から飲む、うん、だけど上は後で最後飲む、ああなるほどね、じゃあ一番最後の方にすごいスマーカーしたのがバナナだったってこと、だから一番上がバナナってことね、うん、オーケー、なるほど、確かにそうだね、今すごい来るでしょということで今回はこの北スウェーデンに関係するスムージーを作りながら発見した我が家の8歳息子くんの生態をご紹介しました。夏にぴったりな味なので皆さんもよかったらぜひ作ってみてくださいね。作ったらハッシュタグ2人パパキッチンをつけて SNS に載せてもらうと僕らも見に行けるのでぜひやってみてください。チャンネル登録やグッドボタン、今回の動画の感想もコメント欄でお待ちしております。ハロー、じゃあ、どうしよう、チャンネル登録とかそれからグッドボタンよろしくお願いします。あといろんな感想ご意見などもコメント欄でお待ちしております。ということで今日はこれでおしまいです。この後次回予告もお見逃しなく。ヘイドー、ヘイドー、僕今なくなるから、あ、そういうことなくなった、あー、ここになくなった、ヘロー、あ、走れた、いるじゃん、へへへへ、はい、お疲れ様、さーて、来週の二人パパは息子くんです。バナン、メロン、キウイをシチューンは美味しかったね。あの時、美味しくないスイカを食べちゃったけど、お腹は痛くなりませんでした。よかった。今度の動画は、いとこたちが来て、たくさんの親戚と一緒にソンマルスーガンで手巻き寿司を食べた動画だよ。初めて手巻き寿司を食べた親戚をいたけど大丈夫だったかな。でも、いとこたちと会えたのはすごい楽しかった。だから皆さんも楽しみにしてお待ちくださいね。ヘイド！スティアンサックスポワスボーブリエディア。I love you.
ピース。オッケー。二人パパ。